AI が予想した10年後の人類。人間の体型が変化、座りすぎにより骨盤の形が進化し、腰痛が減少するようになる、座りやすい体型に適応する進化。仮想現実での仕事、多くの人々が VR 空間で働くようになり、実際のオフィスに通う必要がなくなる、オフィスビルの減少とそれに伴う都市の再構築が進む。感情 AI パートナー、人々は AI パートナーを感情的な支えとして利用するようになる。 AI が人間の気持ちを理解し、カウンセラーのような役割を果たす。自然との共存、都市部により自然を取り込む技術を開発し、ビルの上に森が広がるような景色が広がる、自然と調和する生活が主流になる。人体の微小ロボット、体内に微小なロボットが常駐し、病気を早期発見し治療するようになる。日常的に健康管理が強化される。集合値の活用、脳波デバイスで意識をクラウド上に保存し、集合値を使って問題解決を行う。個々の知識が一つの巨大なデータベースに統合される。食事の簡略化、未来の人類は栄養素が豊富なパッチやカプセルを摂取し、食事をよりシンプルにする。食文化の変化が起こる。水中居住の拡大、地球温暖化に伴い海中都市が誕生し、一部の人々は海中で生活を送るようになる。海洋資源を活用した生活が始まる。クローン技術の普及、クローン技術が発展し、臓器の複製や再生医療が当たり前になる。死や病気への恐怖が減少。共感拡張デバイス、人々は他者の感情を直接感じることができるデバイスを使用し、共感能力が飛躍的に向上する。人間関係の在り方が変わる。地球外移住計画、地球外移住が現実のものとなり、火星や月でのコロニー生活が始まる。新しい生活様式が生まれる。寿命の延長、人類の平均寿命が飛躍的に伸び、100歳を超えることが普通になる。ライフプランが大きく見直される。心理的インプラント、ストレス管理やメンタルヘルスを向上させるために脳に直接インプラントが導入される。人々は心の健康を意識した生活を送るようになる。嗅覚による通信、人々は香りを使って感情やメッセージを伝える技術を発展させ、嗅覚を使った新しいコミュニケーション方法が普及する。家族構成の変化、家庭の概念が変わり、 AI やロボットが家族の一員として受け入れられる。家庭生活がより高度に自動化される。記憶のカスタマイズ、記憶を削除したり追加したりする技術が登場し、人々は特定の経験を再体験するために記憶をダウンロードできる。交通手段の完全自動化、車や電車が完全に自動運転化され、交通事故が激減、移動がより安全かつ効率的になる。個人のデータトレード、個人の生活データが商品化され、自分のデータを売買することで副収入を得る人が増加する。言語の進化、言語が音声から脳波伝達に進化し、言葉を使わずに意思疎通が可能になる。言葉の壁がなくなる。未来のスポーツ、身体能力を強化するバイオ技術を使った新しいスポーツが登場し、人々はスーパーヒーローのような身体能力を発揮して競技を行うようになる。